皆さんこんにちは。今日はこの動画ではですね、生態の仕組みについて、少しお話しさせていただきたいと思います。正しい発声をする際には、何度もおっしゃ、言っているようにですね、正しい声帯の使い方、声帯を支える筋肉、それから、呼吸ですね、呼吸のサポート、体の使い方、それから胸脈の正しいポジション、正しい形ということなんですけれども、今回はその声帯に関してですね。で、声帯は、大まかに分けるとですね、声帯を締める筋肉と声帯を引っ張る筋肉があって、で、それをですね、すべての音域でバランスを取りながら声を出していくということになるんですけれども、で、声域といういわゆる声の分かれる種類がありまして、大まかに分けると強制と中制区ミックスですね。で、統制、ファルセットから派生して統制になって、そこからヘッドボイスになったりとか、スーパーヘッドボイス、それから、笛声というふうに、あとは低い声になってくると強制の下のストローバスというより低い音ですねを出したりとかいうふうになってくるんですけど、仕組みとしてはその先ほど言った筋肉のですね、組み合わせによって、声を出すによって規制区があるということになります。で、例えば下の低い音から始めていくと声帯を締める筋肉がメインに働いていて、で、中音域になってくるとですね、逆に声帯を引っ張ってあげないとですね、声帯の間にできている空間が小さくなっていかないので、例えば輪ゴムとかを想像してもらうとですね、低い音はそんなに引っ張ってないんですけど、引っ張ってきてこう音を鳴らすと高い音になっていくじゃないですか。その感じと、ほぼ一緒なんですけれども、感覚としてですね、イメージとしてはそれ感じです。で、そうで、おのおのどのようにじゃあ鍛えていくか、でどのようにして、中音域でのそのバランスをとっていくかっていうのが最もその難しいことになってきます。でおのおのを鍛える矯正の方ですね、で声帯矯正を使ってあげてですね、声帯筋、声帯を締める筋肉ですねを鍛えていくことができます。でその純粋な矯正の音域としてはですね、これは男性も女性も一緒なんですけれども、真ん中のこの音ですね、この辺りまでが純粋な矯正の限界値になります。限界値といったら、例えばたくさんバリトンいるんですけれども、そっちだけの仕組みを使ってあげる、使って高音出すとですね、うまく共鳴腔とかをコントロールして音色を整えてあげることによってそれらしいような音を作れるんですけど、それの最高音はこの音ですね、ラフラット、これが最高音になります。で僕もバリトンでずっと歌ってたんですけども、うまくその声帯をですね、機能をうまく使ってあげられない状態が続いた時期がありまして、その時はこの音、ラのフラットですねが最高音で、いわゆる押した声ですね、で少し後ろにこもったような声になって、出るのは出るんですけど、しんどいと、で響きも弱くなると、そういうバリトンもたくさんいるんですけどね。なので本来はこの音っていうのは正しい声帯の、引き下げ筋がしっかりと働いた状態でですね、バランスが取れた状態で出せるようにならないとですねいけないんですが、少し話戻しますけど、矯正を鍛える際はですね、その
ミフラットとかミあたりまでで矯正を出していただいてですね、その際もしっかりと声帯が締まる感覚を持ってですね、やっていただくということが大事になってきて、で下の方の音域もどんどん下げていくと、ちょっと目がね下げて、声帯をしっかりと鍛えていくということが大事になってきます。でファルセットに関しては純粋なファルセットっていうのがありまして、まあ息漏れ声、ということなんですけれども、口の中の空間をしっかりと使ってあげたファルセットですねを出してあげると、でその音域っていうのがこの高い C から最初の段階はですね、まあ皆さんの進歩度合いにもよるんですけど、下のこのオクターブですね、1オクターブの音域が純粋なファルセットのスタート地点となります。でこの音域がですね、純粋なファルセットをでやってあげて、これができるようになってくるとですね、徐々にこの音域を広げていくと、下にも上にも広げていってあげて、そこでですね、運動神経、そのファルセットを出す際の運動神経を鍛えてあげると、でそこから運動神経がですね、できてくるとですね、今度はそれに対する筋肉を鍛えてあげると、まあ、運動の仕組みとしてですね、まず神経ができて、まず神経ができてというか、その、まあ、やりたい動きをやることによってですね、脳とその部位の運動、筋肉の指令を出す神経がどん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 太くなっていきます。でそこからですね、その神経ができた際に今度はその筋肉の働きを強くするために、筋肉がそこから筋肉がどんどん強くなっていくということになるんですけども、まあ、いわゆる小さな赤ちゃんとかがですね、最初は歩けないけど何度か周りの人のですね動きとか見ながら真似ていくと、で徐々に歩くという動きの神経ができてくると、で歩くという動きができてくるとですね、それを動きをどんどん強くしていくことによって、今度は走ることができるということになってきます。まあ、運動の仕組みとしてはそうなので、ファルセットのその純粋なファルセットができるようになってくると、どんどん神経ができてくるので安定してきます。そしたら今度は下の音域にも広げられるし、上の音域にも広げられることができるということになってくるので、徐々にですね、音色を、例えばファルセットからどんどん下がって音域を下げていくときにですね、矯正の方に、音色が変わらないように、ファルセットの音をキープしてあげるということも大事になってきます。でそれをどんどんやっていくと、でそれもできるようになってきたら、今度は上の音域も呼吸の正しい使い方をしながら、まあ、一つ前の動画でも出したんですが、を使いながらですね、息の呼吸を強めるというよりは、息を出す時の体の使い方を強めてあげると、声帯に対する体の使い方を強める、エネルギーを増していくという感覚ですねを持ちながらですね、上の音域も広げていくと、でこれがですね、まあ、大体下のファとかミフラットあたりぐらいまでと、上に関してはミミファシャープぐらいまでがですね、安定して出せると、さらに、全ての母音でですね安定して出せるようになってくると、今度は次の段階として、ミックスボイスを作っていくということになってきます。でミックスボイスというのは、その矯正とファルセットの筋肉のバランスを取った声となってくるので、これはですね、まあ、ある程度このファルセットの仕組み、筋肉ができてくるとですね、ある程度は自動的にミックスができるようにはなってきます。この段階まで行ってないとですね、いくら混ぜようとしても無理です。であとはですね、その感覚を鋭くしてですね、矯正の弱めてあげる、まあ、矯正を弱めるというのは、声帯をこう閉じる力を弱めてあげる、弱めてあげるという感覚を利用しながら、今度はそれに対して少しファルセットの感覚を
つなげてあげて声帯筋を引っ張ると。だから声帯を締める筋肉を弱めるながら声帯を引っ張る筋肉を強めてあげるというような感覚をですね、ファルセットと実声がですね、重なる音でですね、バランスを取りながら声を出てくる音色は変えないで、そのバランスを整えながら声帯を正しく使ってあげるという感覚を作業をですね、地道に少しずつやっていくと。で、この作業に関しては、まあ、個人差がありまして、声帯が例えば声帯にもですね、大きさだって太さだって個人差があるので、例えば軽い声の方、声帯が小さい短かったりとか薄かったりするとですね、この作業は少なくて済みます。で、逆にですね、声帯が太かったり長かったりするとですね、この作業は、より難しくなります。まあ、筋トレでいうところの扱う重量がですね、重くなればなるほど難しくなるというのと一緒ですね。まあ、他の例えでいくと、まあ、ないですね。まあ、そういうことで、ね、ジムに行ってない方はちょっとよくわかんないかもしれないですけど。ということですね。だからこれがまあ大体まあ3ヶ月から半年とか、まあかかる人は1年とかですね、まあもっとかかる人もいるかもしれません。でもまあ、手順としてはそういうことになります。で、まあ最後に大事になってくるのがですね、正しい、音を理解して、それをですね、しっかりと、まあ自分の耳でもいいですし、他の人に聞いてもらって、まあ、他の人っていうのは、まあ、先生ですね、いわゆる方に、いろんな正しい耳を持った方に聞いていただいて、それは違う、こうすればいいとかっていうのことが大事になってくるので、まあ、正しい音を理解した上で、先ほどまで説明した、作業をしていくということになっていきます。はい。まあ、今回その声帯だけの仕組みと、そのどのようにやっていくか、っていうのを説明させていただきました。また次回の動画か、まあ他の動画でですね、今後上げる動画で、今度は共鳴腔に関してもう少し詳しく説明していきたいと思います。コメント欄等でですね、質問をどしどししていただいて、動画でのアンサーを答えていきたいと思っています。前まではコメント欄とかで質問にお答えしていたんですが、動画の方がより伝わるのかなと思って、そういうのようにさせていただこうと思っています。今回の動画でわからない点だったりとかですね、こういうところはどうすればいいんですかとか、まあ、などせ発声に関することも何でもいいですし、まあ、他の、そうですね、クラシックの音楽のヨーロッパでのこと、あとは音楽力を鍛える方法とか、まあ表現力だったりとかですね、あとは、イタリア語、フランス語、ドイツ語、あとロシア語ですの、の、あ、歌う際の発声、まあ、英語もそうですね、発音ですね、だったり、あとは演技に関してもそうですし、あとはまあ留学だったり、受験、大学受験、音楽大学の受験だったり、海外の音楽院の受験だったり、海外の仕事、音楽に関する仕事だって何でもお答えさせて答えさせていただきたいと思うので、どしどし質問の方をしてください。はい、では今回はこの辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。